はい、月立インターから東北自動車道をね乗りまして台場インターで降ります。ここから20分ぐらいですね、コストコまで。左往来だよ大和、もうちょっとだよ、待ってね。料金1090円でしたね。ここ右側です。まだ着かないよって、あともうちょっとだから。大和待って、どうしたの、何か荷物崩れてるそれで気になって仕方ない、後ろね。もうちょっとお待ちください。JA のセルフスタンドレギュラー161円だって。ちょっとこれは高い感じするね。コストコのね、今日はあのスタンドもちょっと利用したいと思ったので、いくらかな今日はね、ちょっと値段楽しみ。ここのエネオスは158円です。大体こんなもんだったね、ずっと値段ね。キャンプ場の朝の目覚めはやっぱり全然違うよね。 RV パークではちょっと味わえない感覚があるよね。うん朝一番で撮影してくれたんでしょ、外も。外で撮影したよね。あの200メートル先左方向、気持ちいいでしょう、来た時外ねちょっと散歩するのにもね。朝露がすごかったよね、うん、外今朝6度ぐらいだったでしょう。昨日一時21度とか、到着した時21度ぐらいだったんだよね。寒暖差激しくなってきたよね。でも今の時期はさ、虫もいないしさ、うんね、キャンプ場を使うのにはいいよね、うん、これが真夏になってくるとね、今度虫がすごいから、トイレでもなんでもね、やっぱ24時間っていうか夜も電気ついてるからさ、虫がすごいんだよね。そういうのでキャンプ場どうかなって、いまいちあんまり、うん、あの好まなかったっていうのもあるんだけどね。もう RV パークが気軽だから RV パークばっかり使ってたけど、でも今の時期はやっぱりキャンプ場もいいな。そうだね、キャンプ場電源なしでも全然平気だよね。で、あの不安だったらサブバッテリー持っておけばいいんだもんね、あれ持ってってもよかったかなとか思った、外でね。もう行動を伸ばすのめんどくさいからさ、お湯沸かすのも中で沸かして持ってたけど、ね、外で、ね、せっかくポータブル電源あるんだから、それ利用すればいいのかもしれないね。はい、コストコ見えてきました。まだね、時刻は9時半ぐらいなのでね、混んでないと思うんですけど、こちらのガソリンスタンドの方が9時半から、あ、9時半じゃない、朝、7時半からオープンしてまして、夜が8時半までやってるんだって。ちょっと早めに行ってね、燃料の方を入れてオープン待ちたいと思います。じゃあまず燃料の方を入れていきたいと思います。でももうオープン前にこれ来てる人たちいるんだね、結構ね。はい、スタンドの方へ入ります。今日はいくらだろう、平日は7時からやってるんだ。早いな。
で入れられるみたいですね。まあ給油中です。さて、あなたを笑ってしまったけど、はい、37.12リッターで5531円で入れることができました。それちゃんと見て、満タンに、満タンに入ったって。入った、うん、入った、上手。洗浄、協力洗浄なんて。何か試供品いただきました。オープン前なのでね、まだ。5月2回目のコストコの買い物です。いや結構ね、もう11時近くになるんだけど、うん、空いてる方だよね今日ね。うん、うん、今日金曜日だね。うん、明日明後日ってまたね、うん、混むと思うけどね。まだ配ってるよ。今日は何かの特別なあれなのかな。こんな時もあるんだね。うん、5点が5点ぐらい買う予定だったんだけど、でも買おうと思ったものを今日はみんな買えたよね。うん、何か買えないのあったっけ。アイス、あ、アイスクリームの安いやつ買おうって言ってたのに、欲しいアイスクリームがなかったんだよね。仕方ないね。はい、左おらい。はい、じゃあ今日はもうあと自宅に戻るだけです。お疲れ様。あとはうち着いてからね、コストコ商品今日買ったもの紹介したいと思います。じゃあね。よいしょ。はい、お疲れ様でした。コストコからただいま戻りました。大和、お疲れ様。何そんなに逃げんの。マイクの前どんだけ嫌いなんだよ。今日ね、あのキャンプ場に一泊してきまして、その帰りに今月5月2回目のコストコお買い物ちょっと立ち寄ってしております。今日ね、なんで立ち寄ったかってね、ほんとスケドウダラのスリミスティック、これがねずっと欲しかったんです。皆さんコストコ好きな方ならね、見てるチャンネルだと思うんですけど、コスコチャンネルさんのコスコさんがねすごく好きで、何回も買われて紹介してくれてる商品になるんですけど、いつ行っても見つからなくて、コスコさんのチャンネルでついこの間も紹介されてたので、私見つかんないんですって言ったらね、教えてくれたんです。柔らかイカなんか売ってるところに売ってるよなんていうので、もう一度今日立ち寄りまして、よーくと探してみたら見つけました。スケドウダラ 100% 使用してるカニカマスティックになるんですが、これ私も生春巻き大好きなんですよね。でコスコさんも生春巻きにして毎朝食べてるっていうことだったので、ぜひ食べてみたいと思いまして、今回買っております。これ1匹ずつね、春巻き入れるんですって。そしたら本当にね、あっという間いなくなっちゃいそうですけど、すごい、これなんだ、うん、とカニもねもちろん含まれてるんですよね、卵とかね。もうスケドウダラが一番入ってるということでね、すごい楽しみにしていただきたいと思います。あと今回ね、これ初めての購入になると思います。低糖質のクロワッサン売ってたので買っております。
糖質 45% オフということで、食物繊維も 7g ほど1個あたり入ってるっていうことなのでね、ちょっと多分よくね、前にお取り寄せとかで食べたことはあるんですけど、それと同じメーカーさんかななんて思ったりはしてるんですけど、こんな感じでね、小さなこのクロワッサンが12個入っております。1個あたり188キロカロリー、タンパク質 4.3g、 脂質 13.3g、 炭水化物 15.1g ということでね、糖質が 8.1g っていうね、クロワッサンになってます。多分ね、お味は株式会社コモさんっていうところで作ってるやつなんですけど、糖質制限されしててもね、結構味こんな感じ、ふわふわ、冷凍しといてもね、ちょっと軽くあれで焼いたりすると美味しいと思うんだけど、オーブンで焼いたりしてもね、あ、ほんまいい匂いするし、糖質カットなくても全然美味しい、食べやすいかと思います、はい、はい、糖質制限のパンの後お見せするのは大変心苦しいんですがちょっと来客用にね、買っております。ストロベリーのクリームケーキですね。5月の1日に行った時、この手の商品夕方行ったせいか全然売ってなかったんですよね。それで今回はね、ぜひ買っておきたいなと思いまして、このまま冷凍しておきましてね、来客用に使いたいと思います。はい、アメリカ産の筋子になります。これね、いつもこう1回分ぐらいずつこう1匹のやつをね、小さくカットして瓶に詰めて少しずついただくような形になります。はい、こちらも来客用に購入しました。果汁 100% のオレンジジュースになります。前にもね、一度買ってるんですけれどね、すごく美味しかったので、今回も来客用としまして購入しております。はい、マグロ三種とサーモン寿司でございます。これはもう今日疲れたので夕飯にお昼はね、コストコのパンで済ませちゃったので、夕飯にいただきたいと思います。これは今夜の分です。こちらはフリルレタスになりますね。一つの袋に2袋入りです。これもね、何度かいただいてるものですけどね、すごくパリパリしてて、これ3株ぐらい入ってますね、一つにね。これからね、朝のサラダにいいかと思います。こっちは大きい株なので2株かな。はい、みんなで5株って感じですね。はい、デルモンテのオーガニックバナナになります。コストコのバナナはね、1本1本は大きいんですよね。 1,2,3,4,5,6 7本入りになってます。朝食にいただきます。はい、こちらがね、ブラックシードレスグレープ、種なしぶどう、なんだ、試供品じゃない、でいつものごとくお味見させていただいたらば、もうすっごい美味しくて、この皮ごと食べられるっていうのがね、いいんですよね。すごい甘いんです。このポリフェノールがね、この皮に一番多く含まれてるということで、皮ごと食べた方がいいんだよっていうことで、なるほどと納得しまして、今回購入しております。これもうちの定番商品になりますね。4種のフルーツ味のゼリー、こんにゃくゼリーが入っております。低カロリーでね、ちょっとおつまみにいつもね買っといて、
ただいてるものになります。こんな感じのね、本当に一口タイプです。軽いおやつにいただきます。はい、こちら唐辛子のツナ缶になります。これもね、味見、ご飯、ちょっとしたご飯にちょっと乗せてくださっただけなんですけど、すごい美味しかったんです。食べたら、これこんなのが12個かな、そうだね、4缶が3つだから12個ね入っております。ちょっと辛めなのだからね、辛いの苦手な人はね、マヨネーズを入れるとちょうどいい味になって美味しくていいよなんて言われましたけどね。1缶あたり1缶 100g で130キロカロリー、タンパク質 11.5g 取れるということでね、なかなかいい商品かなと思って今回購入してます。はい、こちらゴルフするときにねはめるグローブになります。左手全部4つとも左手用なんですが、サイズがね3つぐらいあったのかな、そのうちこれが一番小さい S サイズになってるんですけど、多分私ら2人この S サイズでいいかななんて思って、またゴルフ始めようよなんて言い出したので、本当に始めるのか始まるのかよくわかんないんですけど、とりあえずグローブだけはねクラブ一応ねカビてないか見たらばね、まあ結構大丈夫だったので、グローブだけはねもうこれ革だからすぐダメになっちゃうんですよね、ずっと使わないで置いとくと、もう何年も使わないで置いといたもんだから、ちょっとかぶれてたりしたので、あ、ぴったり私、あ、やっぱちょっと私普通女性レディース用でもちっちゃいの使ってるから、ちょっと先っちょはあるけど、まあこれだったらいい、あなたでちょうどぐらいじゃない、指先がでもあれでしょう、指の大きさでだいたい決まるんだよ、ぴったしだ、ぴったし、ほとんど余裕ないし、ぴったりがいいんだよグローブ、ほら ここが、ここで握るんだから、手首が太い、でもいいんじゃない、はい、これ今回ね4枚入り購入してます。さてこれでやめてるね、やらなきゃいけなくなったねこれ買っちゃったからね、でもすごいデザインもいいんじゃない、カークランドって入ってる、ね、コストコのオリジナル、コストコのオリジナル、コストコ2だってすぐバレちゃうはい、はい、こちら冷凍保存用 のジップロックになりますね、多分これ一番大きいやつだと思うんです。サイズがねよくわかんないんだよねコストコのね、いつもたまにね間違ったりするんですけど、小さいのは結構一箱買うと何百枚って入っててあるんだけど、大きいのは割とねなくなっちゃうの早くて、今回こちら4パック入りで、しょ、54枚、これ一つに54枚入ってるのかな、54枚入りが4個入ってるっていう感じ、どっから置けるの、どっからだと思うんだけどっていう感じですね。あー一番大きいのじゃなかった、中サイズだった、もっと大きいの、でもこれがなんか一番大きいやつだったような気がしたんだけど、もっと大きいのあったんだ、うん、あったはずだね、もっとこの倍の大きさの欲しかったんですけど、まあこれでも仕方ないね今回ねちょっとだけ買おうということで5品だけと思って立ち寄ったんですよね、そのうちの一つがこのジップロックだったのね大きいジップロック欲しいんだって、すぐなくなっちゃうんだよって言って買ったんだけど、このジップロックでしたね、もうこれとスケドウダラと、どんなんだっけ、オレンジジュースとケーキと、あともう一つあったような気がしたけど、もちろんアイスでしょ、あ、アイスクリーム欲しかったんだけどね、それが思ったアイスクリームなかったからね、うん、でこれで
本日の買い物終了です。はい、結局ね5点買おうって立ち寄ったコストコだったんですけど13点買っております。金額は 21,680 円でした。これでもねいつものに比べればねずっと少ないけどでも5月2回目のお買い物です。はい、今日もヤマトくんチャンネル見ていただいてありがとうございます。ありがとう。どうしたのちょっと今日食欲ないんだよね一泊のねキャンプとかも行ってきました。そちらの動画もありますのでぜひゆっくり皆さん見てください。ありがとうございます。